お母さんってどんな人だったの？お母さんはね、私が生まれてすぐに亡くなったから、なんていうか入れ替わりみたいな感じなんだけど、お父さんとかおばあちゃんがお母さんのこといっぱい話してくれるから、私お母さんのこといっぱい知ってるの。入れ替わりでもお母さんとつながってる感じがするんだよ。だからありがとう、高田くん。高田くんのおかげで大好きなお母さんに初めてお友達を紹介できた。ありがとう。友達。私お母さん亡くしてて、入れ替わりみたいな感じなんだけど。やったー、これで僕も死神の仲間だ。西村さんはかっこいいよ、死神だし。死神。ねえ、もしかして僕。何？今の今まで西村さんにひどいこと言ってた。え？何を言ってるの、高田くん。僕は西村さんの友達なのに。高田くんが泣くのを見るのは初めてでした。高田くん、落ち着いて。高田くん、私高田くんにひどいことなんて言われてないよ。そんなこと一度も思ったことないよ。それでも高田くんは泣き止まなかったので、私たちは手をつないで帰りました。